長澤が受けて橋岡が中に入ってプロ初ゴールを決めました。これが先制ゴールになりました。左サイドに起点を作って引きつけておいて、スペースができたところに長いランニングですよね。ですね。今シーズンユース上がりでの新加入になりました橋岡、これがプロ初ゴールとなりました。きちんとこう軌道もイメージできてましたよね。あ、そうでしたね。はい、